天を突く数々の岩峰と緑豊かな牧草地、そして山間部の可愛らしい街並みが調和の取れた美しさを織りなすドロミテ。ハイキング、スキー、サイクリングなど四季を通じて世界中から多くの人々が訪れます。世界自然遺産に登録された素晴らしい景観にあふれ、地球の息吹を感じさせるドロミテハイキングの魅力をアルプスウェイがご紹介します。まずはドロミテ南西部に位置するサンマルティーノエリアからご紹介します。周囲の岩峰に日が差し始め、サンマルティーノに朝が訪れます。街からロープウェイを乗り継ぎ、ロゼッタの展望台へ登ってみましょう。ロープウェイが牧草地や森林地帯を越えていくと、風景が一変、岩山の上に立つ展望台が現れます。ここから40分ほど登ると、大きな十字架が立つロゼッタ山頂に到着。切り立った岩壁のはるか下にはサンマルティーノの街並みを見下ろせます。周辺に西ドロミテの山々が広がる雄大な景観をお楽しみください。展望を楽しんだ後は、山頂からロゼッタ小屋に続くコースを進みます。サンマルティーノ山塊の山上は月面を感じさせる荒涼とした世界ですが、このような場所でも岩陰には可憐な花が咲いています。しっかりと整備されたハイキングコースがロゼッタ小屋まで続きます。コースの分岐にあるロゼッタ小屋での休憩後は、多くのバリエーションに富んだハイキングコースを選ぶことができます。ところどころに鎖場があるトレビソ小屋経由でカナリ渓谷への本格的な縦走コースなど、ハイカーから縦走者、クライマーまでたっぷりと楽しめるのがサンマルティーノ山塊なのです。ハイキングの後は岩峰に囲まれた歴史あるサンマルティーノの街をお歩きください。カフェでくつろぐ人たちなど、のんびりとした時の流れを感じられます。サンマルティーノの岩峰が真っ赤に染まる夕景もぜひご覧ください。お泊まりは四つ星ホテルレジーナがおすすめ。ゆったりとした部屋が一日の疲れを癒してくれます。サンマルティーノからラテマールエリアへの移動途中、ローレ峠のルートを通ります。振り返ると朝日に輝くサンマルティーノの山群が見送ってくれています。ドロミテ西部ラテマール山塊は、伝説上のラウリン王の物語の舞台としても知られる山です。ゴンドラ、リフトを乗り継ぎ、ラテマール中腹を歩くハイキングコースには、心を癒すお花畑の長い道が続きます。
高原の花畑とラテマール聖壁直下の迫力ある風景をお楽しみください。見客の方はさらに標高を上げて稜線上の絶景コースもおすすめです。西にはブレンタドロミテ、北には氷河をいただいたシロルの山々が遠望できます。続いてファッサ渓谷からアクセスする稜線歩きのコースをご紹介します。ゴンドラ、リフトで登っていくと見晴らしの良い稜線の上に一本の道が伸びています。正面にはマルモラーダ、左手にはセラサン群、サッソルンゴといった名峰を眺めながら歩きましょう。ファッサの街からも近く、簡単にダイナミックな景観を楽しむことができる穴場的コースです。ラテマールのハイキング後は針葉樹の森に囲まれたカレッツァ湖にお立ち寄りください。木々の向こうにはラテマール岩峰がそびえ、湖面には同じくラテマール岩峰が映り込みます。ドロミテ街道で見逃せない写真スポットです。見る角度により大きく姿を変える名峰サッソルンゴ。カンピテルドの町からロープウェイでロデラ峠へ登ると、目の前に大きくサッソルンゴの3つの岩峰が大迫力で迫ります。今回はサッソルンゴの麓を歩き、シウジ高原に向かうハイキングへご案内します。ハイキング中は右手にサッソルンゴ、サッソピアットの山々が連なり、正面にはカティナット山群の堂々とした山並みが見えてきます。このコース上には景色の良い場所に山小屋が点在しているので、ランチタイムや休憩に最適です。進路を北に変えるとエーデルワイスなど様々なお花畑や牛がのんびりと草をはむ牧草地が広がるシウジ高原です。サッソルンゴやガイスラー山群を見渡す牧場内のレストランでの休憩はいかがでしょう。
見晴らしの良い高原を歩き、ロープウェイ乗り場に到着。一日を振り返りながら、オルティゼーに下山です。南チロルらしいカラフルな建物が美しい、個性豊かな町、オルティゼー。夏の時期、アルプホルンの音色が訪れる人を楽しませてくれます。街には美しい教会や木彫りの工房がありますので、街歩きもお楽しみください。この色彩豊かな街には誰もが心を奪われることでしょう。オルティゼーの街から赤い登山電車でレシェーザの高原へ登っていきます。山頂駅からはダルビナ渓谷の奥にサッソルンゴが見えています。ここからは林を抜けてロープウェイの中間駅へのハイキングです。鳥のトサカのような勇ましい姿を見せるガイスラーの岩壁を望む人気コースの一つです。中間駅からロープウェイで海抜2500メートルのセチェーダまで登ると、ガイスラーが間近に迫り、反対側にはセラ山海などの名峰が大パノラマで広がります。ここからはコルライゼルへのハイキングを楽しみ、ゴンドラで下山しましょう。西ドロミテからコルバラ・コルチナへ向かうと、途中ガルディナ峠を通過します。多くのサイクリストも訪れる峠からはセラ山海のハイキングトレイルがいくつも整備されています。広大なドロミテ山群をガルディナ渓谷からバディア渓谷へと景観も移り変わっていきます。コルバラからゴンドラとリフトを乗り継ぎ、海抜2500メートルのバルンへ。ここから登り始め、セラ山のピッツボエ山頂を目指します。歩いて行くと氷河の万年雪を抱き、堂々とした存在感を見せるドロミテの最高峰、マルモラーダが正面に見えてきます。およそ5時間の登山で海抜3152メートルのピッツボエ山頂へ。達成感とともに360度の絶景をお楽しみください。バディアからリフトを乗り継ぎ、一気に2000メートルへ。少し登ると視界が開け、赤茶けた岩壁の前に佇む白い教会が出迎えてくれます。教会を背にスタートするコースは、森林地帯のハイキングコースや岩場の急登とトラバースを繰り返しながらファネス谷へ抜けるコースなど、さまざまなレベルのコースが選べます。
コルチナ・ダンペッツを拠点とした人気ハイキングコース2カ所をご紹介しましょう。まずは人気ナンバーワン、トレチーネ周遊コースです。途中、コルチナの真珠といわれる穏やかな三条湖、ミズリーナ湖に立ち寄ります。コルチナから路線バスもありますが、アルプスウェイでは効率よく専用車でご案内します。オーロンツォゴヤをスタートし、上り下りを繰り返しながらトレチーネを周回します。道も歩きやすく整備されていますので安心。ファミリーからグループなど世界から多くのハイカーが訪れる人気のルートです。コルチナからバスで30分、ファルサレゴ峠からロープウェイに乗ればドロミテ山群の見事なパノラマが待つラガッツォイに到着です。氷河をつけたマルモラーダやトファーナなど3000メートル級の山々がずらりと並びます。まあ、一番目を見張るのが正面の、氷河ですね、マルモラーダ氷河、ドロミテの山脈の、唯一の氷河です。3300メートル、でその右側ずっと行くと、あそこはセラ山になります。それをぐるっと回るのが、スキーも行きますし、自転車でも、行きますけど、セラの。この場所は第一次世界大戦中にイタリアとオーストリアの戦場になった山岳地帯で、砲弾や塹壕などが記念に保存されています。この草木のないトファーナの陶壁直下のコースを歩くハイキングは高度感もあり、最高の気分を感じることができます。町全体が山々に囲まれたコルチナですが、谷が広いため明るく開放感にあふれています。イタリアの高級山岳リゾートの町歩きをお楽しみください。ドロミテの歴史を知る海底だった太古の資料の博物館もおすすめです。ご紹介してきましたドロミテハイキングの旅、お楽しみいただけましたでしょうか。今回ご紹介できたのはごく一部です。季節を問わず世界中から多くのハイカー、スキーヤー、サイクリストが訪れる魅力にあふれるエリアです。素晴らしい自然に恵まれた世界自然遺産のドロミテ地方のハイキングを、専門店アルプスウェイでぜひご体験ください。